ボザッキ、1870年、ジュゼッピーナ・ボザッキは、イタリアのバレエダンサーである。16歳の時に、バレエ、コッペリアのヒロイン、スワニルダ役を主演したことで知られている。ジュゼッピーナ・ボザッキは、ミラノで生まれ、アミーナ・ボスケッティに、バレエの手ほどきを受けた。その後、当時著名だったバレエの指導者、マダム・ドミニクに指示するため、パリに出て、バレエを学んでいたボツッキは、 コッペリアのヒロイン、スワニルダ役を探していた振付や、アルテュール・サン・レオンらに見出されて、主役デビューすることになった。コッペリアは1870年5月25日に、パリオペラ座において、時の皇帝ナポレオン三世隣席の下で初演され、大成功を収めた。しかし、同年7月に、不屈戦争が勃発し、その影響で、オペラ座は閉鎖せざるを得なくなった。 ボザッキへの給与の支払いは滞り、彼女は病を得てしまった。ボザッキは天然痘を発病し、17歳の誕生日の朝に死去した。不屈戦争の終了後、コッペリアは1871年に再演されている。ボザッキの死後、スワニル大役は、レオンティーヌ・ボーグランが引き継いだ。ABCD オックスフォードバレーダンス辞典499ページ。 マダム・ドミニクは、ボザッキと同様に養成したエマリブリーの指導者でも、あった。8月31日までの間に、彼女は、コッペリア28回出演した。彼女を、スワニルダ役に抜擢したサンレオンも、同年9月に死去している。フレンチバレーエイティー・ザ・エンド・オブ・ザ・ナインティーン・センチュリー2011年5月15日、閲覧。 ザ・クリエーション・オブ・コッペリア2011年5月15日、閲覧。デブラ・クレイン、ジュディス・マック・レル、オックスフォード・バレエ・ダンス辞典、鈴木明監役、赤尾友人、運野里氏、長野幸役、平凡者、2010年。ISBN 978から4から582125221。ありがとうございます。